92式手榴弾は、大日本帝国陸軍の使用した手榴弾である。外形は91式手榴弾と変わらないが、内容物には赤剤緑剤と呼ばれる化学物質を充填していた。92式手榴弾は2種類の弾薬が存在する。92式赤英華手榴弾と、92式緑英華手榴弾である。これらは爆発すると、 内蔵する毒物によって、くしゃみ、催涙を起こさせた。二種類とも十年式的弾頭からの発射が可能だった。外形は91式手榴弾と変わらず、全備弾量は赤5 9 0ム、緑5 8 7ムである。これらは陸軍科学研究所で開発された。十二式赤エカ手榴弾は弾九百二十七年に研究に弱種、 1930年3月に第1回試験を行った。その後、91式手榴弾と玉体を統一し、紹介集後の1933年11月に仮正式を上進した。92式緑英華手榴弾も同様に1927年に研究着手、1931年12月に完成し、 1933年11月に仮正式を上進した。92式手榴弾は、玉体、作薬、起爆刀、創薬刀、新幹から構成される。玉体は中鉄製で外部に筋が入れられている。これは爆発時の効果的な破片生成を狙ったものであった。所定の威力を発揮するには、玉体内部の溶石が、 30立方センチメートル以上必要とされた。作薬室は王道で作られ、手榴弾の上部からねじ込んで固定された。玉体の中の化学物質が漏れ出さないよう、作薬室と玉体が接する箇所は鉛管でシーリングされていた。他、ねじ部にマグネシアキツトを塗って機密を保持した。作薬は、茶化チ薬30グラムが作薬室に圧作時期、 点されていた。起爆灯と創薬灯は91式手榴弾と同じものである。これは作薬室の中に収められ作薬を起爆させた。新刊は A 化手榴弾10年式を用いた。92式赤 A 化手榴弾には赤1号が 40g 充填されていた。92式緑英化手榴弾には緑1号と 緑2号の混合物3 7ムが充填された。赤1号はジフェニルアオカヒソを用いた。これは気温15度で液体であり、純度は92%である。赤1号はアニリン、アヒ酸、炭酸ナトリウム等を原料とする。フェニルヒ酸からジフェニルヒ酸、さらにジフェニル塩化ヒ酸を作り、これにシアン化ナトリウムを作用させて生成した。赤材は くしゃみ性を持ち、喉、鼻を刺激するほか、頭痛と嘔吐を模様させた。緑1号は1塩化メチルフェニルケトンを用いた。原料は1塩化酢酸、3塩化リン、ベンゼンから製造された。純度は90%以上で合格とされた。緑2号は、シ中化メチルベンゾールを用いた。原料はトルエン及びシュウ素であった。純度は70%以上である。 1> 緑1号は、催涙性を持ち、目に、灼熱のような刺激を与えて、視力を妨害し、皮膚、粘膜に触れると頭痛を起こした。この毒作用は、短時間で消失した。緑2号は、催涙性を持ち、濃度が濃い場合は、悪心、頭痛を引き起こした。ガス濃度が濃い場合には一時失明させた。催類程度では、後遺症はなかった。 炸裂すると破片が飛散し、毒物が微粒子となって浮遊する。2種類とも毒物の有効海は、範囲5メートル、高さ3メートルだった。92式、赤、緑栄華種榴弾は、炸裂すると、風速1、2メートルの公的な条件では、風下750平方メートルにわたり、効果が及んだ。沿平号の内部では、威力は特に強く、また十数分にわたって、 効果を持続した。破片の効力は半径5メートルである。92式、緑英華手榴弾の場合、炸裂するとガスはくぼみに止まる傾向があった。関連する催涙型の兵器としては、ボート鎮圧用の手刀弾薬89式、緑ずつがある。ありがとうございます。